もし、硬い、体が硬い人、この辺、ふくらはぎ、ハンスレンお尻、腰が硬い、痛いと思ったら、TTT というトイレットトータッチ。トイレに行った後、思い出す。あトイレット、トータッチ。トータッチは前屈。で、前屈して、3回ぐらい深呼吸をする。 もっと長くできたらそれでもいいけど、うん、もう特に家で例えばなんか公衆トイレでちょっとやりにくいけどあの、まあ、3回呼吸したら、まあ、大体10秒15秒やったら多分トイレに1日,1日に4回5回ぐらい行ってるのでこれを毎回やるとだんだんここまでしか行かない人は多分2週間ぐらいに前屈はできると思う。 体自由になる、楽になる、試してみてね。